はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。ヒロアカコラボが始まったのでコラボキャラ使っていきましょう。ガチャは引きました。一周動画にしようかなって思ったんですけど、別に性能解説してるわけじゃないし、動画の時間も 3,4 分だったのでもういやって思って作ってません。普通に引いたコマを紹介して使っていきたいと思います。今回使うコマは竜の S5 マエンデバーと、あと飯田くんですかね、混合用の A5 マです。エンデバーはバーストバリア3000です。で飯田くんが通常アタックの 70% 特殊かな、スキルとコンボで出せるようなコマになってます。まあ僕のヒーローアカデミアの知識はべらぼうに浅いので、とても浅いです。全然知らない。このエンデバーもオールマイトがいる時は2位かな、でオールマイトがいなくなってから1位になって、今の状況、最新話の状況は知りません。本当にそれぐらい全然わからない。だからあまりヒロアカの話はしないかもしれませんが、すいません、わからないものをね頑張ってそのコラボに合わせて話そうと思っても全然多分話せないんですよ。僕自身アニメはいろいろ見たりするんですけど、やはり見ないアニメは見ないんです。中高生の頃はひたすらアニメ見てましたけどね。ほんと今期やってるアニメはなんだ、10本ぐらいずっと全部見て、でどれがいいとかあれがいいとか言ってましたけど、この年になってくると本当に1個か2個ぐらいしかアニメを見る時間がない。それで、僕が今見てるアニメは異世界おじさん、あと1個ぐらい見れそうなんですけど、もう異世界おじさんだけでちょっとお腹がいっぱいになっているところがある。悲しい。ただその1本だけだとねつまらないんで、まああと 1,2 本は見ようかと思ってる。でそうですね、断末は見ようかなと思っていて、あと一つリコリスリコイルとかっていうのがなんか D アニメの上位にあったので、まあこれも見てみようかなとは思います。全然そのリコリスリコイルの話は知らないんですけど、どんな何系か、とりあえず1話だけ見て判断します。さあこれダブコン作れるぞ。守護者で2倍のダブコンプラス、今最低2枚返しクラリーチェで、次のターン、なんだっけ、ヒュプノスが終わるからデバフがなくなる。12500でしょ、これぐらいだったら飛ばせます。まあお相手さんは5枚返しが嫌だから、あーそっか、エンデガに当てることもできるけど、まあエンデガに当てられたところで2枚返しは確定してます。さあ手駒ロック大丈夫かな。今のところはクラリーチェが出てくれるんですけど、なんか低い駒来ないでよください。あー危ない、バハムート。本当はバハムートが打ちたかったけど、まあしょうがない。クラリーチェでいいですよ。1.6 倍から2倍して飛ぶよね。クラリーチェでも全然余裕。はい、ナイス。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。まあバーストバリアがどこで活躍するかっていうのは、まあなんだろう、わからないけど、まあなんて言うんだろうな、まあ打っといたから耐えれたっていう場面もあるんでしょうが、まあ、エンデバーはコンボがね難しいんですよ。 1.5 倍から始まって盤面の枚数が多いほど、アタックが上がり最大 2.1 倍なんですけど、まあ、多分 5,6 ターン目に打ったとしても 1.7 倍ぐらいしか出ない。最大の 2.1 倍出そうと思うんだったら耐久じゃないと無理でしょう。まあ出せて 1.8 倍ぐらいなのかなとは思っています。まあ混合だとね、バーストバリアで HP 盛るよりやっぱりホーリーでダメージ与えながら回復するぐらいの、やっぱり両立していきたいなとは思うんですけど、うん、まあ十分バーストバリアも強いと思うんですがね。できればやっぱり竜駒じゃなくて神駒で出してほしかったっていうのはあるな。やはりこのフェイルノートも高 HP かつ3500のバーストバリアがあるからこそ強い。
エンデバーの体力は1700ぐらいしかないからな。そっから3000のバリア、まあ、ホーリーしていいんじゃないかと思っちゃうところがある。神ゴマ入れたアド的なことを考えると難しいね。さあこれどうしますか。2倍コンボ受けたくないけど、そうですね、まあデバフ取りますか。ユンジェが弱い。飯田くんも思ったほど火力が出ない。ユンジェよりアタックは高いけど、やはりユンジェと違って70%しか出ないんで、この 10% の差はでかいですよ。まあ、やっぱり今後はバハなんです。バハ引いてなんぼです。バーストバリアをしたおかげで僕の体力はまだ2万ぐらいあるというのはあるんですけど、うん、きついっちゃきついな。どうしようかなこれ。右下 X 行くと2枚返しが開く。バハムート持ってるんだったらこの2枚返し開けてもいいんじゃないかと思うんですけど、あ、どうする？ 2 枚返しする？いや、さすがに無理だな。これ飛ばせない次のターン。そうするとこっちか。あ、違うな。ポリュつなげちゃってもよかったか。まあ、そうするとあれか、 X に来られてで飛ばされるっていうのがあるか。まあダブルオーラ、まあ、ミューズとか置かれてないのはありがたいんだけど、ここでポリュつなげると3枚返し。ああ、飯田くん来た、飯田くん来たけど、これどっちが出る。まあ、飯田くん打つか。2枚返し、あーダメだ、2枚返ししたらダブコになっちゃう。こっちか。で、これで、あ、1600 低ーい。今回は、やっぱり使ってますけど、ヒロアカコラボなんで。まあ、テンプレには入らなそうですね。コンボも12倍条件があるんで、打ちづらい。まあ、それはしょうがない。で、僕は9000飛ばせるのかって話なんですけど、ユンジェじゃ無理そう。やっぱエンデガでしょ。エンデガバハ、どっちか。ミューズ打たれて次のターンに僕の体力は持たない。さあブラダマンテが来ました。いける？ 1.6 倍、どうだろう。いや、行ってそう。どうだ。いや、残るんかい。嘘でしょ。ダブルオーラから祭りしてブラダマンテ打って残るんかい。 1.6 倍のコンボが弱かったか。いや、敗因はあれですね、飯田くんにプラスを振ってない僕が悪い。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。キツキツキッツヒプノスキッツ。いやいや、エンデバーはよく来てくれるんですけど、これどれ打つ。まあ守護者からさよならしますか。 X 行けるような手駒でもないな。ランドタイラント引いたら X 行こうかな。ヒプノスに相手に行っても大丈夫ですか。どうだろう。まあいいか。てかこの前なんだっけ、パーマの話したじゃないですか。そしたらツイッターでね、コシアンハゲ説を出してる人がいましてね、僕はハゲてませんよ、ふさふさです。結構その後輩とかに髪の毛切ってもらうんですけど、コシアンさんめちゃくちゃ毛量多いですねって言われて、ガツガツにすきばさみ入れられてすっスカスカにされるぐらいやられるんですよ。なので僕はハゲてません、許しません。坊主にだってしたことないんだから。昔からパーマもしました、カラーもしました、いろいろやりましたが、坊主だけにはしたことない、本当に。まあ部活もサッカー部だったんで、野球部だったら坊主になってたでしょうけど、サッカーは髪の毛伸ばし放題、やり放題。中学生の時も相当伸びてたからな。今じゃあんな伸ばしたくないな。やっぱり中学生とかの時ってまだそういうのに疎いんでね、本当に 3,4 ヶ月髪の毛切らなかったっていう時もありますし、今はもう無理ですね。1ヶ月ちょっと経ったらもう前髪とかが邪魔になってくる。あと髪の毛の量か。やっぱり切らなかったらそれだけどんどん毛量も増えていくんで、重たくなる、セットも難しくなって、髪の毛洗うのも大変になって、で乾かすのも大変。そう思うんだったらやっぱり定期的に、まあ僕ら的にはね、1ヶ月1ヶ月半経ったら切りに来てほしい。 3,4 ヶ月経っちゃうとね、
美容師の人もその前回やった髪型のことは忘れちゃうんですよ。本当に定期的に来てくれる人、1ヶ月で来てくれる人の髪型はやっぱり覚えてるんですね。でいつものって言われても、ああ分かりましたってできるんですけど、半年に1回とかそういう人は前回と同じでって言われても、いや分からんよってなるのが利用しあるあるです。飛ばねえな、飛ばされちゃったリベンジのレビアタン出てきたんですけど、まあ、やっぱりバハムト引かないと無理です。ちょっと無理でした。はい、はい、対戦よろしくお願いします。花鳥風月だ。どうですか皆さん、シンシアからの、まあ、僕は当てられなかったんですけど、爆豪強いですかね。最速で変置きできたらめちゃくちゃ強いと思うんですけど、まあ睡蓮の S ゴマバージョンって感じかな。もう2手目とか3手目にポーンって置いて、で戦機解放しながら爆豪の四季折々をぶつけていく。まあこれができたら強いのかな。まあイベント期間中に引けたら僕も使いたいとは思いますが、まあもう課金ができない状況なんで、そうだな、セカンドシーズンもあるし、まあ、無料分ゴールドガチャとか、毎日の単発、これで頑張って当てていきたいと思ってます。まあこれはコロネかな。 C2 から入ってもいいかなとも思ったけど、エンデバーを打ちたいという気持ちがあったので一旦コロネ行って、でお相手さんが C 色の6に来るでしょ。そしたら2枚返しして、まあ、D の5に打ってきた駒によってエンデバーをそこに打つという作戦でどうでしょうか。もうクラリッチ2枚返しします。ダブルオーラになってる状況もあるんで、まあ、ゴリゴリ削っていっていいでしょう。お相手の戦機は花と鳥、まあいい感じに溜まってるな。まあそっちから来るのか、回復だから風か。どうしましょう。ユンジェ打つ？でもな、あんま HP 削られてないけど打つしかないか。これ B5 に来られたら嫌だな。まあでもいいか、エンデバーで繋いで、で次もう一回と思ったけど普通に取られました。リミエットここで打ってくれるのはでかいな、コンボないし。さあ僕は何を引く？あ、祭り。これはね、神一旦祭りかな。一旦祭り打って、でお相手さん多分 A3 に来るか、まあ A3 か。2枚返ししたりしたらコロネのコンボ開くし、そう思うとやっぱり A3 に来ると思うんですけど、2手飛ばしを狙ってくるんじゃないでしょうか。まあでもまだ1万4000あるのか。ニールスでどんぐらい食らいます僕。これはでもお相手さんリミエット打ったでしょ。まあ、基本耐えれると思うけど、まあ、保険ですよ、保険。バーストバリア保険に入ります。これで次のターン耐えられるでしょう。で、僕、問題は、クロケルで飛ばせるのか。これが一番の問題。エンデバーのコンボは 1.8 倍ぐらい出てくれるのか。ターンは7。まあ、1.8 倍ぐらいは出てくれそうだな。さあ、ダメージを食らいましたが、まあ、エンデバーがなくても耐えてましたけど、いい感じなんじゃないでしょうか。こういうことですよね、やっぱバーストバリアっていうことは。これに耐えて次のターン飛ばす。でエンデバー 1.74 倍しか出ないの、ターン7で。これは倍率低いわ。はーい、 GG。 はーい、対戦よろしくお願いします。火炎か。まあエンデバーも火炎みたいなもんですから、もうビジュアルがね、火炎も取ってる、個性が炎でしたっけ。まあだいたいそういうキャラは強いっていうのはどのアニメ漫画においてもありますよね。火のキャラは強い。まあこれに関してはトゥポーンかな。トゥポーン来た試合は負ける。それはしょうがない、コブとか入ってないんで。まあ火力出る駒がエンデがバハムートだけになっちゃう、極炎されると。割り切りですけどね、そういうのはされたら。やっぱバハムート引きて、僕はバハムートが引きたいんだ。トネルムか、どうしよう、どっちから打とうかな。クロケルか、
トネルムか、トネルムからでいきます。クロケルのコンボが弱いんで抜こうかな。やっぱクロケルダメか。混合用で使えるかと思ったけど、相手の駒依存で 1.2 倍上昇の最大 1.6 倍しか出ないのも嫌だし、これはどうしたものか。つなげちゃっていいのが、うわっ、バハムートが打ちたいけどクロケル打ちます。まあこれお相手さん10時間あったらあれですよ、 F に来るでしょう。まあしょうがない。そしたらどうする、中に入る、中に入ってコンボしまくって倒すみたいなことができるんじゃないか。さあ F2 に何が来るか。アベルとか来ると僕は泣きます。やめて、アベルはダメ、本当に極炎はやめてください。バフリーダーに刺さるんだね。いや強い、トゥポーンじゃないけど強いって。どうする、サカ取ります、どうします。いやエンデバー行きます、バーストバリア。もうこれで火炎はね耐える。あ、もう消えちゃった。火炎の片道ダメージだけでエンデバーのバーストバリアが無になりました。やってくれましたな。まあ、ただバハムート僕行きますよ、つなげます。次できれば3枚返ししてくれたら嬉しいんですけど、まあそんなことはしてこないか。いやーどうだ、あそっちか、そっちに灰皿、いい感じで燃やされる。で僕次のターンもエンデバーつないだらきついけど行きまーす。 1.65 倍、これクロケルとつないで2枚返ししてた方が火力出るって嘘でしょ。やっぱり盤面依存じゃなくて駒依存にしてほしいな。 1.25 倍上昇の最大 2.1 倍とかっていう駒だったらエンデバー強かったと思うんですけど、どうでしょうか皆さん、そう思いませんか。ユンジェと飯田くん、まあ飯田くんの方が出てくれるから飯田くん打つか。火力はやっぱユンジェも飯田くんも低い、それはしょうがない。まあエンデバーつなぐか、ここはヒロアカコラボなんで。で呪いダメージで倒せるでしょう、4000与えて2800の特殊か。危ない危ない。バーストバリアしといてよかった、飛ばされてた、なかったら。活躍しましたねエンデバー。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ラニーか、27700、ちょっと HP が低いのか。まあまあまあいいか。グイリアスワンチャン X に来る可能性もあるけど、ポリオクか。飯田くんコンボ発動しないし、やっぱダメだ。ユンジェよりちょっと火力はあるけどコンボがなーっていう駒ですね。まあユンジェもユンジェで序盤は1点ちょっとしか出ないんで、まあ最大 1.8 倍ですけど、まあそうそう出るもんではない。まあ出せて 1.7 倍ぐらいか。まあ飯田くんの場合やっぱりコンボなんだよな。これがささやき系の最大 1.8 倍ぐらい出てくれる駒だったら完璧にスタメンだったのに。でもやっぱり 70% ってなると火力が低く感じるんですよ。ユンジェより出るけどやっぱり火力は低いなーって思っちゃう。これはしょうがない。やっぱ特殊出す数値の問題かな。エンデバーか。どうしよう。エンデバー打つんですけど、まあ燃やされたくないからこっちでいいかな。コンボもまだ弱いし。本当に。今コンボしたら 1.5、4倍とか、そんぐらいか。さあメイちゃんが出てきて痛いんですけど、まあバーストバリアのおかげで5000ダメージぐらいに抑えられた。さあここで引いてくるのはブラダマンテ、ブラダマンテかい。メイちゃん取ります。メイちゃん取ってからの、まあ、バハムートいいね。最大火力出せれば1人で6000、まあコンボつないで1万弱。さあこれはお相手さん4枚返しを作ってきてる。何を引く、クロケル弱い。
弱いけど、まあこれでクラリッチェの1枚返しは耐えるでしょう。1枚4000あるし。で、バハムートを次打って GG かな。まあ、あー忘れてた、その駒忘れてた。そうだよ、バウグルス入ってるんだからラニカエンか。勝ったもんだと思っていた、慢心したいな。終わったよ。まあ打つんですけど2手飛ばしです。で3枚返しの 1.6 倍、もうこれに耐えるしかない。僕は次のターンクラリーチェで終わらせます。あー次のターンなかった。なんでメイちゃん出てきて、トゥポーも出てきて、バハムートも出てくるんだ、おもんなーいやーラニカエン強いですね。 GG。 はーい、対戦よろしくお願いします。カエン、ほう、あ、名前の後ろに実況者って書いてあると思ったら見たことある人だ。ということで唐突に始まりました実況者対決ラウンド1。はい、いきます、殴ります。殴れる子も少ないけどな。ユンジ、コロネ、ブラダマンテでしょ。おー神よ、なんでこんな引きなんだ。バハムードと祭りをくれ、頼む。祭りや来い、祭りが来い、バハも来い、軟体も来い。待って、それどういうこと。フィン出してきたってことは残りの2枚も S ゴマってことですか。絶対持ってるじゃんトゥポン。ねえ、僕そんな気がする。フィンをね、初手に切ってくる、初手じゃないけど序盤にこんなところで切ってくるなんてことはほぼほぼありえない。しかも風車打ちで、うわ、アベル持ってた、そういうこと。極炎をしたかったってことですか。これ3枚返しするか。コロネ、飯田くん、まあコロネでいいけど、ユンジャのコンボが弱いんです。 1.09 倍、ほぼしてないようなもん。ただ殴れる時に殴っておこう。アベルされてますけど、トゥポン出てくる前に与えられるだけダメージ与えておきたい。いや、僕はもう多分お相手さんは持ってると思ってる。トゥポン、うわ、ダメージマスの位置優秀かって。めっちゃ優秀やん。殴るか、いや2倍コンボを置いておこうと思ったけど、ここの2倍コンボ使うか。使わなそう。やらかしたか。クラリッチとかで殴っといた方が良かったかもしれない。で、まあ、ユンジェを取ってくるか、もしくは A4 に来るか、まあ、A4 十字回もワンチャンありえるのかなあ。うん、そうだよな。勝つビジョンが見えないんですけど、どうしよう。ちょっと未来を読む個性とかってないですか。ヒロアカでその個性使ってあるんだったら僕のこの未来を見たい。トゥポン出されちゃったんで終わったくない。未来はありますか。僕に救いはないのでしょうか。お願いします、救いをください。何386の特殊って。イダくん頑張ってくれ。でお相手はどうする。まあ、ぶっちゃけトゥポーンしてるから守護者のコンボもさほど怖くないような気はするけど、まあ灰皿そっちか。まあそっちの方が燃やせますもん。そうだよな。で祭り X 行ったところで取られるだけだからこっちか。一旦こっち、一旦こっち、そんな意味ある。まあトゥポンは消えてくれたのでいいんですけど、どうだろうな。左下 X、 左下じゃない、右下 X、 もしくは2枚返し。飯田くんに当てられるのも嫌だったけど、おそこか、一番いいぞ。そこだったら左上 X に行っても祭りが取られない。でまあ行くしかないんですよ。これで祭り行って、ただ待って、お相手の体力1万5000って、もう僕次のターンバハムート引くしか勝ち筋ないんですけど、まあここで極炎されたらもっと終わりなんですけど、黄金ベルーガとかね。まあそんなネガティブなことを考えちゃいけない。ここは大丈夫だとして次のターンバハムートを引く、もうそれだけに集中します。来いバハムート、
お願いします。おやじさん悩んでますよ。祭りが取れなくて悩んでるんじゃないですか。それさすがに飛ばないよね。フレームヘリオンもあるけど全体火炎危なー。来い、はい、バハムート来た。金剛界のオールマイトこと正義の味方バハムートさん、やはりヒーローは必ず勝つ。はーい、対戦ありがとうございました。